九州の頂点をかけて大分トリニータジュニア対ソレッソ熊本ビットーリア、運命のキックオフです。九州の頂点に向けて最終決戦、今前半の25分が始まりました。まず左にエンドを取りましたのが青のユニフォーム、大分トリニータジュニア。一方右にエンドを取りましたのが赤のユニフォーム、ソレッソ熊本ビットーリアです。まず早速ソレッソ熊本がシュートを放っていきました。では両チームのスターティングイレブンをご紹介しましょう。まずは左のエンド、大分トリニータジュニアです。こちらは 3-5-2 のシステムを敷いています。ゴールキーパー松山、ディフェンスは黒田、吉住、中島、中盤です甲斐、姫野、城野、宮崎、そして大島、ツートップは磯川に井上です。サブのメンバーご覧ください。そしてここまでの大分トリニータジュニア勝ち上がりです。1回戦飛松戦は2対1、2回戦のアグリ西町フットボールクラブを2対0、そして準決勝宇城市 FC を4対0で下しています。さあ前線にボールを出すか、このボールは流れていきます。甲斐が詰めていく、さあ折り返せるか、激しいタックル、シュートに行った、キーパー徳永抑えています。一方のソレッソ熊本ビットーリアのスターティングメンバーです。こちらは 4-4-2 のシステムです。ゴールキーパー徳永、ディフェンスは満田、志垣、柳沢、平岡、そして中盤は木村、倉本、森田、倉原です。ツートップは小田、そして18番エースストライカー井口です。サブのメンバーご覧ください。さあそしてここまでのソレッソ熊本の勝ち上がりご覧ください。1回戦長崎フットボールクラブを6対3、2回戦スマイスセルソン8対2、準決勝川上サッカースポーツ少年団を4対0で下しています。放送の解説は宮崎県サッカー協会4種技術部長の村山治さんです。村山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この決勝戦なんですが、はい、まずどんなところ見どころになりますかね。そうですね、やはり両チームともいい攻撃パターンを持ってますので、ね、はい、そこが楽しみですね。中盤のトリニータといえば城野くんですよね、はい、パス回しの上手い城野くんを前の前線のフォワードの岩見くん、それと磯川くんですね、そこでキープができだしたら2列目の選手たちがうまく上がれるんじゃないかなと思います、はい、一方のソレッソはですね、はい、やはり森田君ですね、森田君、木村君、それと何といってもフォワードの小田君、はい、運動量の多い江口君ですかね、この選手ですね。そうですね、はい、いい攻撃を両チーム持ってますので、はい、逆に言えば守備力を出せることができるかというところも見どころじゃないでしょうか。あ、なるほど。中盤の激しい攻防、右サイドからソレッソ中にやる、いいボール、ファーサイドちょっと流れた、ボールをキープ、キャプテンの小田、スライディングカットしました。ゆうや、ゆうや、ゆうや、さあ決勝戦前半の6分が経過しています。さあボールキープ、江口、注目の選手、自分で行く、ちょっと流れた、ファーサイドからシュート、キーパー正面、キーパー松山がガッツリ抑えました。倉原の強烈なシュート、さあ前半4分、ソレッソ熊本のスローイン、中島カットしています。前半の立ち上がりです。お互いに大事な時間帯、さあ江口を走らせる、中島が体を入れてタッチを割りました。ソレッソのエース江口に対して鉄壁の守備を誇るトリニータの要、中島がマークしています。中島は怪我でベンチに座るキャプテン佐藤の声援を力に、ここまで守備陣をまとめています。お互いボールがほとんど止まりませんね。勝ちたいという気持ちがどうしても縦パスになってしまうというところがありますね。なるほど、
そういう時こそあえてサイドをしっかりと使うと。そうなんですね。あの我慢強く、辛抱強くですね。ボールキープは甲斐。甲斐から左に開いて姫野。姫野が縦へ。岩見が叩いて左サイド。甲斐が中に折り返した。いいボール入ってきた。入った。ゴール。そのまま入った。左サイドから甲斐のクロスボール、直接ゴールマウスに吸い込まれていきました。前半15分、先制点は大分トリニータジュニア。今のシーンなんですが、それこそ幅を利かしたサイドのですね、シュートだったのかな。しかし見事に入りましたね。結果的にはシュートでいいんじゃないですか。はい。しかしもう一度トリニータ左を使います。さあ磯川ミドルレンジからシュート。キーパーパッチング。スーパーセーブ。徳永見事なセーブを見せました。あれをキャッチに行ってたらもう入ってたんでしょうね。なるほど。徳永が再三にわたって好セーブを見せています。さあ後半の大事なこの立ち上がりですが、大分トリニータジュニアが攻めています。いいボール、中央ヘディングシュート。入った。決まった。コーナーキックから最後ヘディング合わせたのは4番の吉住。後半立ち上がり4分、大分トリニータジュニア貴重な追加点が入りました。徳永君も今のは出れなかったですね。しかし見事なパス、そしてシュートでしたね。素晴らしかったですね。さあそれそう中に入る。いいボールだ。ヘディングシュート。後線からシュート。入った。1点返しました。1点返しました。それそう熊本2点目を取られた直後、後半の4分、11番の木村、最後は冷静に押し込んでいきました。2対1。2009フジバンカップ大分トリニータジュニア対ソレッソ熊本ビットオリアの決勝戦、大混戦になりました。さあキープします。おお強い、激しい、冷静ですね。姫野が冷静、ね、はい。さあ両チームの監督、身振り手振りを交えて非常に指示も激しくなってきています。さあ今後半の25分が経過。ロスタイムは1分です。ロスタイムは1分。シュートを放っていきました。まあ、リードしている大分とするとシュートではある。これは理想的なんですね。さあ攻める大分。さあこのボールはどうか。ロスタイムですね。ここで試合終了のホイッスル。2009フジファンカップ栄冠を勝ち取ったのは大分トリニータジュニア。1秒1秒の積み重ね、見事大輪の花を咲かせました。3年ぶり2度目の優勝です。ありがとう。感謝の気持ちでいっぱいですよ、で、いつも彼たちに話してるのは次が大事ね。だから、この素晴らしい経験を次どうやって活かすかですよね。
1秒を大切にした大分トリニータジュニア、見事40回目の九州チャンピオンの座をつかみました。